はい、どうもピロチンと申します。ヒクルジョシーズン83、4日目の一戦やっていきます。まずは砦がレベル5、白の封印はレベル2、投石器はレベル3、回復のトーンはレベル3、作戦室はレベル2、雷とはレベル2と。まずは一突の花さんソティス、引き戻し持って、あと自前好きですね。近距離防御、うん、隔離してんのに近距離つけたのか。まあエナジー壊して出てくることを想定してんのかな。うん、次に二突のベローニカ、グラニ馬特攻無効、へえ珍しい。で、あとは自前スキルですね。声音なしか。うん、次、4突花さんのインバース。速さと声音で HP 上げてますね。うん。ここで妥協しないのはちょっと好感持てますね。うん。ただ、深海が1体か。次に、無突の守り。こいつ、かなり硬かったですよね。あ、味方いると勝てえのか。うわ、追記負荷まで。飛炎。で、このセッションがわけわからんやつですね。未だによくわかってないです。持ってないので。行動済みの敵の数だけ上昇。じゃあ、1体目に全員行動できる状態で1体目に殴りに行くとかなり硬いってことか。二人行動済みにしてから殴れば、ゼロだけども、最小値が3上がってると。まあ、実質3上がってるってことですよね、最低。了解です。でも、全員がない。次に、無凸のフローラ。ほぼ自前スキルかな。行軍。行軍か。了解。これもともと自前スキルですもんね。で、全員なし。で、次に無凸のハロウィンカゲロ、粛清天空、まあ、攻撃体験ならそうでもないのか。一発殴って受けてもう一回殴って、ああそれでも天空一回分か。その一戦闘で天空は発動できてないですよね。次の戦闘の一発目に天空が発動するような形になるのかな。魔法の威嚇、うん、まあ、魔法高いですもんね。よし、ってことで、エーデルガルトちゃん登場となります。どういこうかな。正直、だいぶ舐めてます。ただ、こんな、舐めると失敗しますしね。とにかく、エーデルガルトを、この、フェーゾーと、カダン壊して、で、3ターン目にこのカゲロウを倒しつつ、ここ塞げば、もう、この左側、どん詰まりになってますし、ベロニカもそのタイミングで倒してもいいですしね。ベロニカも閉じ込めれますしね。うん。で、うん、あとはなんとなく倒せればいいのかなって思ってますね。なので、その布陣を整えるためには、3ターン目の開始にこれを壊さなくちゃいけないんでしょ？回復の塔は、良きタイミングで壊さないとめんどくさいことに。インバース倒しといてもいいのかな？ちょっと邪魔ですよね。ジャファルはその後ろにつかないといけないから、フェイの位置に、エーゼルガルトを置かなくちゃいけないので、分かった。これあれですよね。あれ、エーゼルガルトに、あぶねえ。合計外れとる。透明線のせいか。いや、なめぷしてます。とにかく単独で上に置かなくちゃいけない。こうした方がいいのか。すいません、ぐらついてて。こうして、こうする。とりあえず最高度を1回でもできれば OK なので。いや、危ねえ。これで積むとこでしたね、マジで。完全に舐めプしとる。ひどいな。くるねさん暇ですね。暇だ。暇ですね。特に、罠踏んで、罠チェックだけ しとくか。それはできそうですね。うん。
でも右側も布陣完成してますね。まあ、罠チェックしよう。ここ外れ。左が正解か。踏んどく？この先めんどくさいことになるかな。どうだろう。とにかく、まあいけると思う。インバース閉じ込められてますしね。ベロニカまで倒すし、回復の塔の効果も左側のフローラと守りちゃんには入らないし。よし、いけそうですね。うん。さあ、3ターン目。雷とのダメージが入る。で、花壇壊して、打ちかます。で、倒せますよね。一応、ピアに行かして。うん。ここ。動けますよね。頼むぞ。とりあえず、ラン、名前が出てこん。狂乱か。狂乱発動。で、詰める。うん、フローラまで倒せますね。とりあえず、ベロニカ倒そう。で、ドン詰まりになるので、動けないですよね。このまま倒せる、もしかして。守りちゃんとエーテルガールド対マンする？行くか。全然いけそう。エーテルガールド頑張って。で、どうすかな。エイルで、インバース取ろう。さあ、運命の10。お、余裕で倒した。あの守備力を普通に36も出る。すげえな。攻撃下げなのに、すごいな、本当この人。いやー、あ、よかったよかった、倒せた。あ、倒して。確か、竜には追撃取れるんでしたよね。それ何の効果だっけ？武器の効果か。アイムール。あれ？わかった。これの効果。あ、これに書いてありました。一番下。敵が竜、獣かつ周囲に、またぼっちなら、絶対追撃と。どうしたい？いや、さすがにソティスは厳いか。とりあえずエナジー回収しないと。どういく？はいはい、殺しちゃう。分かった。こうして、こうして。ジャファル。雪か。さあ、前線に。こう、どうすかな。もう回復の塔を壊す必要も、あ、これ邪魔か。まだターンは余裕がありますけど。いや、ここで調子ぶっこいてやられたらもうダサすぎるしな。倒せんことはないと思うけど。はいはい。やっぱ強いもんな、普通に。じゃあ、クロニエさんで受けようかな、いつも通り。ここで再行動かけて。あ、倒せる。倒せるな、もう。さすがクロニエさん。よし、じゃあ、閉めますか。エナジーも取ってありますね。オッケーオッケー。行くよ。じゃあ、倒しちゃいます。受けてもいいけど。受けちゃう。ナメップかな。受けてみよう。これで死んだらどうすんの、本当に。いけた、奥、怖え怖え。こういうのでマジでやらかしたことありますしね。よかったです。はい、続きまして4日目の防衛結果やっていきます。4日目は誰もいらっしゃいませんでしたね。いやー、ほんとこの拠点頑張ってくれてるので、ちょっと新しい方で、いろいろ新しい情報を集めたいんですけど、とりあえずありがたい一日となりましたね。ちょっと収録も早いんですけど、ちょっとあのコロナの緩みでちょっと申し訳ないですけど、今日ちょっと、飲み会に行くということで早めに収録しております。すいません。これでコロナになったらダサいな。ちょっと怖いんですけど、まあ自分の住んでる石川県はだいぶ、もう新しい感染者もゼロなので、で別にまあ金沢一の繁華街、あの片町には行かないので、まあ、危険性は薄いかなと思ってるんですけど、
ちょっと久しぶりの生ビールを飲んできたいなと思います。多分朝までコースかな。本当はあのガチャ動画撮りたかったんですけど、今日土日の、この深夜帯じゃないとね、次の日に影響しちゃうので、自分のジンクスタイムのあの深夜3時33分、あそこに撮るためには、この土日の間が一番適してるんですけど、ちょっと厳しそうですね。なので明日かな。ちょっとあの au 祭、WAU 祭でしたっけ、あれ引いてみたいなと思ってるんですけど、はい。で、攻めの方は本当調子いいですね。マッチ運は本当にですね最近ありがたい拠点としか当たってないような感じがします。はい、なのではしごも使わずパーフェクトで来ております。で、防衛の方が初日にマイナス40食らっちゃってるんですけど、あれのおかげで今上がりますので、正直あの40はもう必要経費ですね。あれのおかげで、いいアップデートができて今に至ってるので、本当に逆に感謝したいぐらいかもしれないです。はい、はい、したら以上ですかね。ご視聴ありがとうございました。またお願いします。